疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、はい、衝撃の事実と言いましょうか。はい、我がいとこがですよ、ギター買いました。買っちゃいました。何の拍手が分からへんけど。これいいよね。ミニストかっこいいっすよ。かっこいいなこれ。東海のレースボールで何だっけ名前が。LS128F です。LS128F。へーっていう感想もあるんですけど渋いっすよこれね。見た目ちょっとじゃあこんな感じいいっすねこれ赤がね。赤です赤。これはちょっとね今日ね新品らしいなんで俺あんまレスポール使ってないイメージあるかもしれないですけど、はい、初めて自分で買ったギターレスポールですもん。あそうなんです。ギブソンのレスポールカスタム、いくらだったかな30何万。それ何年前ぐらいですか。18年ぐらい前高校生バイトして返してなんか、多分ね親にローン組んでもらって親の名義でね、で中身は俺が払ってるみたいな。そう、それ買った以来レスポールは所有してなかったのでちょっと今日ねガンガン弾いてみたいとこ、ここでもひたすら、はい、ああみたいな潰れるぐらいまでやってるから昨日買ったばかりちょっと弾いてみたいとね思います。じゃあちょっとね弾いてみましょうか。今アンパクリーンでまずなんかフロント、あいいっすね、ねレスポールの音するよレスポールのどんな失礼な発言あれになるんですけど、いや、いい音。これフロントの音でね、真ん中。いいね。いいっすね。いい音すんね。言おうとするしか言ってないこれがね真ん中です。ほんでねリア、なんかね甘い感じがする、丸い感じがする、なんか音の感じというか、スラート系が多いじゃないですか。あ、そうですね。だからちょっと欲しくなる。なんかこの丸い感じがいいじゃないですか。そうです。かっこいいです。ねえ、かっこいい。なあ、これでなんかうわーってやりたいやんかこれええな。歪ましていいわ。いいですか。ああ、それと違うなんか感じが真ん中。
が一番好きだもん。あ、うん、なんかこう歪みの乗り方とかはね。引き倒しましたね今ね。そうですね、ガンガン引きました今。いいっすね、なんか力を表現するにはやっぱレスポールが一番いいかもしれない。これをね今日はね視聴者の人にプレゼントでございます。いや何のために買何のために買ったんすか俺はみたいな。いやこれいいっすね、東海いいっすね。そうですね、これ一応国産らしくて、ね、あ、そう、東海国産ですもんね、はい、ちょっとこれをね、きっかけにみんなちょっとが来てんでね、はい、東海のレスポール見てもらって、西尾さんの動画で見ましたみたいに言ってもらったら俺ちょっとお金入ってくるかもしれないですよね。それはないっすか。まあなんか、よかったらあの、ちょっとチェックしまって、めちゃくちゃいいのでこれ、取る？いや、僕は残したい派です。俺取ってたんじゃないのかな、俺残してたかな、どっちでもいいか。そんな感じです。ありがとうございました。